品川区と世田谷区は、区長がですね、月1回の会見をやっており、また、フリーランスの記者も、参加させています。大田区長にもしなった場合に、鈴木さんはどのくらいの頻度で、記者会見をされるか、またフリーランスを入れるかどうか、そこについてお考えをお聞かせください。はい、ありがとうございます。東京都知事は週1回の記者会見しておりますね。大田区も様々なこの季節季節のですね、魅力のあるイベントとか、それから、地域の様々な取り組みの、そういった情報発信とか、大田区の素晴らしい点を、しっかりと、発信をしていきたいなというふうに思っております。今は定例会ごとに記者会見を区長されていると思うんですけれども、その辺はですね、これからよく考えながら、やっぱり区長っていうものは自分の区の素晴らしいところをですね、内外にしっかり発信していくっていう、そういう役目もあろうかと思いますので、頻度もですね、今までよりも多くしていきたいとも考えておりますし、その辺も、これからよく考えて、しっかり情報発信していきたいと思っております。フリーランスの件はどうです。フリーランスの記者会見への参加についてはどうですか。必要があればということですけども、その時にまた考えさせていただきたいと考えております。